英語マニアックス。さてと、助けに行くか、ナネオさん。さあ、再びやってきましたね。今度こそは友達の優勢で前を守ると思うので、再びあのところに襲撃され、井戸に取り囲まれたとしても、そのまま突破する以外方法はない。じゃあ、向こうからすればそのまま来たら、あのさ、勝てるわけだ。勝てるわけっていうのはあれやけど。ああ、もうなってんだね。でも、残念ながら力のさえ歴然だったよ。本当だよ、ステータスでチートだったら、あいつ。死ぬ気で頑張ってもウール先輩に勝てない。そりゃそうだよ。どう見てもそうだったじゃん。それでも俺は熱血。いいね。肩を持つわけやないけど、ウルフ先輩についてはそこらしいやで。俺じゃ勝てないどれも勝てないでって。氷結の魔法を使うんやってな。あの人が一番不得意としてる属性や。バゲモンやな、ほんま。確か全属性の魔法が使えるんだったかな。おこんよ。全属性の魔法が使えるんだって。チートじゃマックスベルじゃん。刀の上がすぐやどれなんとかなるほど、悪夜の血が埋まらんで。そうやな、あれはチートやわ。公式チートや。まあそうやな。道中の移動。ってことはあんまり逃げる必要ないのかも。なんかさ、一応、なんかこの前みたいに逃げる仕組みがあるんだけど、時間があればあんま逃げない方がいいのかな。フリーでさ、なんか鍛える時間があればいいけどね。さあ行こっか。おば、気張ってこいやないの。さあ、気をつけろよ。一旦でこいつら腰抜くぞ。早めに一体処理して、できればでも1体どころか1ターンで処理するってレベルだな。シャイクスか。1体これでかかんなくさせられる。いやー、ある程度はね、もう割愛してくけど、1戦目ぐらいはね、かっこよく終わりたいね。え、こいつもラグか。ラグか。いやー、でも今回はフラマでいい気がするんだよな。このフラマは重要だと思うんだよね。シャイクスは絶対強い。とりあえずシャイクスかけよう。86。86。とりあえず1体、2体処理したい。できれば。うまいこと処理したい。トリト！あ、トリトがいけんのか？ 55 か！でもトリト。だからトリト55ってことは、でも、打つ意味はあるのか？打つ意味ある。トリトで弱点取って、行動を、行動をうまいこと残して、あ、これが速度補正か。フラマして、フラマおー、いいね。クリティカル出たわ、まさかの。そっち出たわ。で、フラマして、フラマで倒せんから思ったけど、まさかそっちで倒していく。どうするジャガーマン、これジャガーマンあれだね。最終手段だね。まあ、これは、もうさすがに何もやることないから。ラグ、オッケー、大丈夫。ラグなら大丈夫。一発でやれることを回避しちゃったよね。まあ、しかし、まあ、あとはご両先ですね。よし。うん、そう、これを手に入るためには、やっぱ雑魚敵を回避する必要性はないんだよな。雑魚敵回避してるとレベルが上がんないもんな。何やこいつ、アガシオン。かわいいな。なんかこれ、かわいいな。なんか小さい闇から出てきてるのかわいいな。立ち止まんな。どんどん進むぜ。つえ魅了つえ魅了で自爆したぜ。ドラクエじゃん、ドラクエ10じゃん。つえ、あ、なに、おや、誰、え、わざわざ危険を犯してきたの、え、なんかまた来んのか、だ、誰、獣野郎じゃない、誰だ、え、ここだよ、ここ。両目どこにつけてんのか、ゆうやくん。誰や、この口調。いや、マジで誰だん、いや、マジでお前は誰いや、マジでお前誰、セルフだ、子供のセルフ。あら。すぐバレちゃった。つまんないの。でもいいや。手間省けるし。私がお前らに求めること一つだよん。帰れ。ショー、あ、やめて、なんかまた嫌な映画、嫌な映画。あ、一撃リアスだよ。一撃リアスの方かな。
さすがに大丈夫です。アクターであることはね、優位な点でしたよね。アクターじゃなかったら一撃死ですね、ちなみに。まあ自分で回復もできるしね。今のがセルフなの？あれがセルフなんだ。トラで放置して出張ってくるのかなり前の症例であるが。あれが今回のセルフか。手心を置く必要はねってことだ。あれはただの化け物だぜ。なるほどね。でも見た目子供だよ。倒さなきゃいけないの嫌だな。あーまあ、はるかだけだな、それ。うん。まあ、多分はるかが戦うことがないと思うんだよな、技の構成的に。よかったね。よかったねじゃないんだけど。しっかじゃなくき、またで妨害してくるじゃないか。そうだな、警戒しながら前進することだけって。なんだか、ざっくりしてるね。うわー、なにこいつ。おきくむし。ちょ、怖い怖い怖い。こういうの一番怖いんだよ。よし、やっぱりやったー。さあ、ここから第2層があるかな。もしかしたら第2層って言ってもまだ、ここと、先と第2層始めと第2層終わりがあるもんな。はい。出現するとあー、なるほどね。敵も変わってくるのか。オッケーオッケー。とりあえずこのゲーム優しいからね、結構フラマが刺さるね。この辺りね、結構ね、やっぱね、優しいよね。今、なんだっけ、この関西弁のシワスくんか。シワスくんがね、やっぱ、炎属性使えるのがね、輝くから、相対的にショーが炎属性使えるのが刺さる。いや、あの男、いいもんくれるわー。道中、向こうから襲ってくるときも、経験が鍵、そうそうそう、だからフリーバトルとかないの？え？こっちから相手敵を出す経験積むなんてどうは、口笛的なね。ちょっと、辰巳くん。まあ、危険ではあるけどね。囚われ救出の近、まあ、確かにレベルを上げる近道ではある。苦戦しなくなる可能性を考えると敵を、そうだね。帰ってちゃうんだもん。それはわかる。うん。RTA は低レベルでね、うまいこと攻略しますけど、通常プレイヤーとそうはいかないですからね。試しに大声で。やばい、死ぬ気か。敵を喧嘩少し弱めればいい。なるほどね。あー、なるほど。そういう調整なんだ。いやいやいや、勝手に決めるな。そうか。統率者と誰かと、まあ、上の人、この天の声の人だと思うんですけど。なるほどね。あ、将来、その前にとる前に通常戦闘、フリーバトルはこういう感じでできるか。なるほどね。連戦があるのと通常戦闘、あー、なるほどね。へー。確かにフリーバトルではあるんだけど、ストーリー中でしか行えないのが、なんかさ、フリーのダンジョンに行きたい？ダメ？ああハッピーさんですか？あなた知ってます？うちのフリーゲームでお借りしました。ありがとうございました。うわぁ。なにこいつ。びっくりした。馬や。ちょっと味方打ちやめえ今ドガーンやっとったよ今。俺見たぞ今。ドガーンってなってたの。よかったー。やべびっくりするわ。ちょ待ってね。ちょっと待ってね。ちょっとお待ち。ここでも将来できんのかよ。ボス前に鍛えること可能なんだ。てかベロアホールいけんだけど、ディーンってできんじゃん。強い個体の家は接近中だ。いや、一応雑魚戦はそこそこちゃんとやってたんだけど、かっけえな、お前。狼なの、これ。かっけえな。なんか、強そう、大丈夫な。まあ、勝てる。弱腰になってない。相手にとって不足なしや。何かしらあるから、そこをついていけばいけるに。大丈夫。レベルは多分足りてると思うから、ちゃんと。サボらずにやってきたからね。フンリル！かっけえ。俊敏そうな狼。転倒狙い。あ、転倒狙いね。はいはい、弱点つくやつね。やること同じや。余計なことする。まあ、確かに。油断すんなよ。そうだねー。とりあえずステータスを拝見します。よろしくー。はい。2000あんのか、HP。炎弱いね、でも。やっぱ炎弱い。あー、麻痺とかかー。麻痺とかが聞きゃよかったんだけど、麻痺とか覚えさせとけよかったね。オッケー。じゃあやっていこう。シャイクスが効くのはすごいでかい。ちなみに。シャイクス効いた瞬間にもういろいろとね、でかいな。エゴイズマ？プチアツ。あー、蘇生ある！蘇生をショーが重いのでかいな。欲しいっちゃ欲しいけど、どれも忘れられる技ではないな。
どれもさ、気軽に言わせられる技じゃないぞ。サーダもシャイクスもフラマも。まあ確かに、薬はあるから回復はあるから、まあでも、これ、はるかだけっていうのはやばくないか。回復二人欲しいよな、ドラクエ10的に言うと。ドラクエ10ばっかやってるからそうやっちゃったじゃん。どうしてくれんのよ。シャイクスかける理由はある。よし。相手が何してくるかわかんねえな。パチンしか効かないから、とりあえず、なんか撃っといて。あ、一応横一文字はいつも通り効くんだね。じゃあいつも通りやろう。いつも通り、攻撃補正1。やたらです攻撃補正やんな。辰巳龍動き。で、これで、フラマが効くのがでかい。フラマ効くのでかいでしょ。んで、記録充填だね。さあ、何来る？ほい！カモン！氷結、フィールド？フィールド、氷結フィールド。何それ？氷結フィールドって何今の。フィールド属性。フィールドがあるのか。一旦向こうさ、同じだ。ほう。はい。ザボダジュの構成にフィールド属性を保有されると思います。へぇ、あ、同じ属性の時に 30% 増加します。相反する、ゼロになりますが、フィールド属性を打ち消す効果がありますことは、一回打っとけば、打ち消してからもう一回やればいいのね。あ、なるほどね。フィールドをするとすべての機能が5されます。強いね。あ、で、フィールドによってサーブは効果も発動。うわー、結構多いな。なるほどね。あ、相反すんのはそういう、電撃と水がまさかの相反すんの？なんか、俺の理論上さ、水には電気が絶対弱点みたいな。なんか、圧倒的有利なイメージあるんだけど。へぇー、オッケー。身構えている。速度補正1。なるほどね。とりあえず、フラマで打ち消そう。打ち消して、でもそれで氷のフィールドはもう弱点一発打つだけで変わるんだね。弱点一発打つだけでもうなくなるんだね、フィールドは。よし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 。着物の学校。今なんてちょっと待って待って待って、なんかさ、このターンうんたらが戦闘テンポが早すぎてさ、ついていけなかったけども、ゲーム枠かけたのがめちゃくちゃ良かった。これゲーム枠かけてなかったら危なかったね。耐えきれなかったかもしれない。しのぎきれなかった。おや？ゲームをかけたおかげでなんとかなってるけど。でも、ナトス取っとくだけ取っときたいな。サーナ使わないって考えるかも、いっそ切り捨てるか。あとで、ベロハウルで整えればいい。今の私に、いやー、でも逆にサーナなくなったから怖いよ。このまま行って大丈夫？とりあえず、辰巳そろそろ行こうか。147。コーンスタートにこのダメージ出てくるのめちゃくちゃでかい。命中分100。いける！ 147 とか強すぎだろう。とりあえずこれは、いい感じに削れてる。いい感じに削ることができてる。よし、来い！氷結、身構え属している。オッケー。ってことはもう一回同じことする。同じこと。でも速度補正がどんどん上がってきたな。どんどん当たんなくなってくるね。攻撃が。外すと、行動アイコンはめちゃくちゃ減るから、通常攻撃18。うわー、速度補正やば。速度補正は避けるなんか魔法とかないのかな。多分あると思うんだけど、俺覚えてねえな、今回。参ったなぁ。おい、ミスー！来ちゃ、やっちまった！弱点みたいやな。遅れはてめえが取り戻すのが筋ってもんだろ。あれ？エキストラあんじゃん。こんな秘策もあんだよ。来た。75% オーダー属性。いけ！安心しな、峰打ち出せ。いい。ちょっと待って待って待って。結構食らう。沈黙、あ、ゲームなくなってる。解除だね。いや、でもどうなんだろう。どんどんなんか速度補正が相手上がってってるからさ、どんどん攻撃当たんないんだよね。早めにやりたい。早めに仕留めたいね、これは。100でやってる。さよなら。で、オッケー、いいよ。早めに仕留めよう。氷結身構えてる。そうだね、どんどん上がってきてんな。どんどん行こう。もう、早めにやらんと、当たんなくなる。よし、いいよ。いいよ、いい感じ。
おお、来い。はい、オッケー。ミスはでかい。そのミスすごいでかいわ。このターンで仕留めれるか。294、背面仕留めたい。横に呪文字当たればいける。センナー、オッケー、いった、これいった怖ー、回避。そうだな、速度補正をなんとかしないとダメだったね。多分こっちも速度補正を上げるか、向こうの速度補正を下げるしかないんだよな。あー、よかった。もうこういうのが現れないというセリフが、あ、まだおるからな。まあ、雑魚に比べたら火力は低いからね。直したら何でもええろ。わしらは強い。そうや、わしらが強い。よかったー。おお、大きなとこ超えたねこのまま行って大丈夫よ。さ、え、ちょっとちょっとちょっと、いや、あやべえ、めったにないことしまった俺うそこんなことあるんだね見ちゃいけねえもん、見ちゃくなった気がするわF12 起用、そう、戻ろう。